ひげじいさんです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ここに来るまでこの名古屋城跡があることすら知らなかったです。すごい歴史のある、それを紹介する博物館です。名古屋城博物館です。9時から17時です。そして、このように立派な建物ですが、入館料は無料になってます。肥前名古屋城きらめく豊臣秀吉と桃山文化になってます。国内統一を成し遂げた豊臣秀吉は、東アジア全域の支配を目指して、1592年、朝鮮半島へ侵略を開始しました。4月12日、朝鮮半島に上陸した日本軍は、3つの進路に分かれて進み、5月の初めには、現在のソウルを占領しました。しかし、朝鮮軍は反撃に転じ、各チェウなど義兵の活動、さらに民の救援によって、日本軍は守勢に転じました。一方、李承信将軍の率いる朝鮮水軍は、亀甲船を開発し、目覚ましい活躍をしました。ここ、閑山島沖で日本水軍は大敗北し、ついに、制海権を失ってしまいました。日本軍の敗色が濃くなると、日本と明との間で和議交渉が進められました。和議交渉の末、明側から国書が秀吉のもとへ差し出されましたが、南事を講じて日本国王となすなど秀吉の要求と合わなかったため、交渉は決裂してしまいました。1597年、秀吉は朝鮮半島南部を手に入れようと、再び14万の兵を朝鮮半島へ進めました。全羅北道の南縁では、日本軍の総攻撃を受けて1万人の住民と町が壊滅するという悲惨な戦いが繰り広げられました。日本軍は相手の鼻や耳をそぎ落とし、戦功の証としました。しかし、朝鮮軍民軍の反撃や冬の到来と飢えで、日本軍は朝鮮半島の南に釘付けにされました。慶長の役に従軍した僧侶慶年の日記には、悲惨を極めた戦争の様子を描いています。野も山も城は申すに及ばず、皆々焼きたて、人は打ち切り、鎖だけの筒にて首を縛り、親は子を嘆き、子は親を尋ね、哀れなる帝初めて見はべるなり。戦いに敗れた日本軍は、1598年8月秀吉の死を契機に引き上げました。この文禄慶長の役は朝鮮全土に被害を及ぼし、
計り知れない傷跡を残しました。金箔が 16,500枚使用されているそうです。これは銅像です。の号令のもと、全国各地の諸大名が集められ陣屋を築き、城下町には全国から多くの人々や物資が集まりました。当時の政治経済の中心地であった京都大阪と並ぶ人口20万とも言われる巨大都市が、わずか7年という短い期間、肥前名古屋の地に忽然と現れたのです。その象徴が幻の巨城肥前名古屋城です。全国統一を果たした豊臣秀吉は、以前から構想を抱いていた大陸侵攻に向け動き出します。天正19年1591年、秀吉は大陸への中継地壱岐や対馬にも近く、多くの船を安全に留め置くことができる名古屋を出兵の拠点に定めました。黒田官兵衛の設計のもと、加藤清正、黒田長政、小西行きながら九州の諸大名などに築城を命じます。大名たちに工事を分担して競い合わせることで、わずか4、5ヶ月の間に大阪城に次ぐ巨大な城を完成させたとされています。加納光信の策と言われる肥前名古屋城図屏風をもとに、当時の名古屋の様子をたどっていきましょう。多くの物資を乗せた船が名古屋の海を行き交いました。中でもひときわ目を引いたのが大型の軍船畑船でした。港から名古屋城を目指す長い行列が見て取れます。その服装から文禄2年1593年5月に講和交渉のためにやってきた民国使節団と考えられています。名古屋の谷筋には木材を扱う材木町、旗などを染める赤根屋町、武器や武具に関わる兵庫屋町など、職種ごとに集まって町屋が作られていました。名古屋の城下町には、全国各地の商人や南蛮人などさまざまな人々が行き交いました。名古屋帯と呼ばれる組紐の帯は、諸大名が故郷への土産物として持ち帰ったところ評判となり、全国に広まったと伝えられています。現在でも名古屋城跡を中心とした半径約3キロ圏内に
ひしめくように配置されていた130以上もの陣屋跡が確認されています。発掘された石垣や土塁、堀、建物跡などから当時の陣屋の様子を推測することができます。それでは陣屋全体の様子が最もよく分かっている堀秀春陣屋の中心部の再現 CG を通して大名の暮らしぶりを見てみましょう。中心部は石垣ではなく土塁と空堀で守られています。名古屋城の方向に向かって正面の通路が作られ、陣の中心部は大名の生活の場である御殿や広間が立っていました。御殿の表側に面して能舞台、裏側には茶室があり、日々の暮らしが文化的楽しみも併せ持っていたことがわかります。秀吉は多くの城を築きましたが、天下統一後に築いた城のうち石垣や建物跡など当時の様子がよくわかる城はこの名古屋城の他にはありません。それではCG で再現した名古屋城を見ていきましょう。名古屋城は17万平方メートルの広さで、当時の大阪城に次ぐ規模を誇り、天守閣が立つ本丸を中心に多くの区画で構成されていました。また城下町をはじめ多方面に開かれた5つの出入り口があるのが大きな特徴でもあります。城下町との間には現在シャチホコ池と呼ばれる水堀を巡らせ、海側に天守閣を配置することで海から見た大城郭の姿を最大限に印象づける作りでした。では主要なルートをご案内しましょう。城の正面にあたる大手門をくぐり、長い途上坂を登るとその先が東出丸です。東出丸は大手口から登ってくる坂を側面から守ると同時に三の丸を守る機能も兼ねていました。またこの場所は地元では千人松と呼ばれ、出兵する兵の数をここで数えたとの言い伝えもあります。本丸へと続く三の丸では東側に南北に並んだ3つの櫓があり、東出丸同様大手口と坂の守りを強く意識していたものと思われます。城内で最大規模の本丸大手門をくぐると本丸です。城の高い位置にあり、内部には本丸御殿など多数の建物跡が発掘調査で明らかになってきています。黄金の茶室も大阪城から名古屋城に運ばれ、この本丸御殿で秀吉主催の茶会が開かれています。本丸の北西角には石垣からの高さが20メートルを超す地上6階、地下1階の天守閣がそびえ立っています。軒先の金箔瓦が日光を浴びて光り輝いていたことでしょう。そして天守閣からの眺望は眼下に大名の陣屋や城下の町屋が並び、遠くに玄界灘の島々が広がる壮大なものでした。シャチホコ池と言われる大きな水堀に面したこの山里まで秀吉は日常生活を送っていました。自然の地形を生かした庭園を整備し、竹で作られ割り錆を感じさせる草庵茶室などを設け、秀吉は大名などと茶の湯を楽しんでいたようです。
またこの場所には能舞台もありました。秀吉はここで能の稽古に励み、滞在中10作もの新たな能を覚えたことを手紙に書いています。足掛け7年に及ぶ文禄慶長の役、慶長3年1598年8月に秀吉の死によって終わりを迎えます。この戦いは朝鮮国全土に多大な被害を及ぼすとともに、日本国内も疲弊し、豊臣政権の衰退を早めるなど、東アジア全体に影響を与えました。